や本当にブランクがあったのかなと、1009日ぶりの1軍の公式戦でしたけど、ね、うん、立ち上がりアウトは全て三振でした。今のなんか素晴らしいフォークボールです。そうですね、まず立ち上がりゼロ、そしてカープの先発クリからまず立ち上がり森下先制タイムリー1対0、さらに大山タイムリーツーベース、フェンス直撃、これで2対0、いきなり高橋遥人に援護点。このあたりのマウンドさばきもね、下柳さんさすがでしたよね。しっかりタイミング合わせてステップを踏んでセカンドで投げる、落ち着いてます。久しぶりのゲームとは思えないです ね。そして下柳さん、加納さん絶賛、これ2アウト満塁、はい、素晴らしい。代打石原、もうかっこよすぎるかなっていう感じあそこにしっかり投げるのはすごいですよ。でその直後にこのホームラン、前川、素晴らしいですよ、ね、第3号。そして5回のマウンド、小野三振で3アウト、5回89球7奪三振4安打という内容、無失点でした。そしてその後は石井が抑え、6回、7回、桐敷が抑え、そして8回はゲラが抑え、そして8回の裏、大山まさにダメ押しとなる7年連続の2桁ホームランに到達、10号、4対0。そして最後は岩崎、静岡県出身の先輩が締めてくれました。高橋遥人投手、1009日ぶりの一軍の公式戦登板、ウィニングボールを受け取りました。一軍の公式戦での勝利は2021年の10月21日中日戦、この時は甲子園でしたが、その時以来となります。